こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細とふんどしパンツのショップの URL はこの動画の最後と概要欄タイトルの下小さい文字の中のもっと見るを押すとパーンと出てきますので、そちらもチェックしてみてください。さあ今日のテーマはセックスしないと体はどうなっていくのかっていうお話です。年齢を重ねたりとか、仕事が忙しかったりとか、パートナーがいなかったりとか、なかなかセックスをしない生活が長くなってる人結構いるんじゃないですかね。そういう人はですね、セックスしなくても大丈夫って思ってるかもしれません。あなたはどうですか？しかしですね、セックスをしないことだけで体にはね、実は大きな変化があるんですって。もちろん性病にかからないとか、他のことに集中できるとかのメリットもあるんですけれども、やっぱりね、実はね、デメリットも結構あるんだって。今日はですね、セックスをしないことの体へのデメリット調べてきました。ご無沙汰な人は本当に必見です。意外にもね、デメリットって多いかもしれません。せめて射精は欠かさずに。ではあのね、とある調査によると、まずセックスをしたことがある20代から60代の日本人の男女、この割合は全体で男性が 86%、 女性が 89.4% という結果でした。しかしこの1年のセックス回数はどうですかって聞くと、1年以上なしっていう男性が40代は 35.9%、 50代で 45%、 60代で 62% というふうにこう、ね、上がっていくんですね。しばらくご無沙汰っていう方はね、結構多そうですね。じゃあセックスしないと体はどうなっていくか、デメリット、まず1つ目、免疫力の低下。セックスしないとですね、免疫力が低下して風邪とかインフルエンザにかかりやすくなるという話がありました。実は週に 1,2 回セックスしてる人は、ほぼしない人に比べてウイルスと戦う免疫物質が 30% も高いという研究結果もあるようです。これはやばいですよね。だったらね、やって健康にもなるんだったら最高ですよね。つまりセックスの回数が少なければ細菌にさらされる機会も減るんですが、残念なことに、免疫力アップの効果を逃しちゃってるというね、ちょっと残念ですね。やるだけでアップするんだったら、そりゃね、そっちを選びたいですよね。次、デメリット2つ目、体が老いる。そんなことあるんですかね。年齢を重ねるとね、もちろん体力とか内臓機能とかってこう低下していきますよね。老化を感じやすくなるっていうことはありますよね。で、老化を感じやすくなると行為の回数も減っていく傾向っていうのはあると思うんですね。これがどんどん実は老化を加速させる原因とも言われているそうです。行為にはですね、心身の健康とか若々しさを保つ効果があると言われているそうなので、まあいくつになっても欠かさず行っておきたいところですね。セックスをしないことでの体へのデメリット3つ目、 ED のリスクが増える。これはね、最近お話をしたおじさまも話してました。使わないと滅びる、使わないと衰えるって言ってましたね。性的な刺激から遠ざかって勃起する機会が減るっていうことはですね、日常的に勃起する機会が、減る、日常的に勃起しない状態が続くっていうことですよね。で、そうなるとこのね、ペニスの中の界面体が実は硬くなってしまうんだって。で、硬くなってしまって元に戻らない、線維化を起こす可能性があるということなんですよ。怖いですよね。界面体ってこうスポンジ状なので大きくなったりこうなったりするけど、硬くなってこれぐらいになっちゃうみたいなイメージですよね。どちらかというと、その結果 ED を招く恐れがあるということなんですね。これは避けたい。セックスやオナニーを通じて勃起力を維持しなければ勃起しなくなるかもしれない。結構ね、使わなきゃ衰えるんだぜっていうね、
あの現役のおじさまたちたくさんいらっしゃるんですよ。だからね、これは本当にね一理あると思います。はい。デメリット4つ目、不安になる、精神が不安定になる。セックスの最中というのは幸せホルモンと言われるエンドルフィンとかオキシトシンとかが脳内に放出されるので心が安らいでストレスの発散にも、なったりもすると言われています。このエンドルフィンというのはモルヒネと同じような鎮痛作用があると言われています。セックスをしない期間が長い人というのは2週間に1回セックスをする人と比べてですね、人前で講演をするような緊張感とかストレスが多い状況を乗り越えられるのに苦労しているという研究もあるそうです。なのでなんかこれ聞けば聞くほどしといた方がいいよねっていう話ですよね。ということで今日はセックスをしないことで体はどうなるのか、デメリットについてのご紹介でした。セックスをしないことはですね、心身ともに正直マイナスなことも多かったですね。老いとかメンタル的な不安にもつながってしまったりとか、あとパートナーとの関係的にも定期的なセックスというのはねとっても大事だよね。デメリットをなるべく減らすためにも定期的なセックスすることはもちろんおすすめです。でもね、とはいえパートナーいないよって方いらっしゃるじゃないですか。そういう方でもせめてオナニーはする、定期的に勃起をして定期的に射精をする、勃起射精自体にも勃起力を保つ効果とか、あとリラックス効果、ストレス発散効果などもあると言われています。なので、おちんちんの健康を保つ上でもとっても大事だと思うので、ぜひパートナーさんいないという方も一人でも定期的にやるっていう風にやってみてください。では最後に JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に大切な男性ホルモンの分泌手助けしてくれますので、とにかくジムに行く時間がなくても毎日できることをコツコツ続けてみてください。朝晩の通勤時に1駅分だけ歩く1駅ウォーキングがおすすめです。自宅でできるチントレ筋トレ動画もたくさん出しておりますのでチェックしてみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠などですね。それに加えて今日お話したセックスレス、セックスのタイミングというのをね生活に組み込むのも良いかもしれません。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。帰る時間が遅くて寝る時間が短い、朝起きても疲れが取れていない、ストレスがたくさん常にあるみたいな方ね本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方ほど寝る時の質改善してみてください。寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指してですね、満月堂のふんどしパンツを履いて玄米ホットアイマスクをチンして目元を温めながら寝る、これだけで翌朝のスッキリ度が変わってきますのでぜひ試してみてください。とはいえふんどしパンツってよくわかんないな、うさんくさい、大丈夫なの、値段も高いし普通のパンツでいいんじゃないのって思う方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、あのショップのねレビューでご覧になってみてください。いろんな方がいろんな角度で、ね、たくさんレビュー書いてくださってますので、まずはそちらご一読ください。質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内なんかも LINE からしておりますので、質問ないよっていう方もとりあえず LINE 登録してスタンプを押してくれると私もスタンプを押し返します。インスタ、ツイッターで私の普段の様子とか日めくりみょんねって企画もやってますので、どっちかやりやすい方1個フォローしておいてください。ライブ配信は17というライブ配信専用アプリで行っておりますので、17をスマホでダウンロードしてご自身の ID を日本語名で作ってみょんねをフォローしてください。 LINE、Twitter、インスタ、17、 YouTube、 それから満月堂ふんどしパンツ屋さんのショップの URL、 これら全部まとめて概要欄、タイトルの下細かい文字があってもっと見るのとこをピュッと押すとヒューッと出てきますのでチェックしてみてください。そしてね、あのねチャンネル登録お済みでしょうか。チャンネル登録しないでまだ見てるよって方は今すぐチャンネル登録をしてみょんねを応援してください。では次の動画まで3つの課題とチャンネル登録、グッドマークお忘れなくやってきてください。満月堂のみょんねでした。バイバーイ。